とりあえずまずあのミスタージミーモンさんに、一言お願いしたいと思います。ジミーさん、ご挨拶お願いします。日本皆さん、はじめましてよろしくお願いします。今日もう本当にこの客席1300近くあるんですけれども、もう立ち見が出てるんですね。今日もジミさん見てどう思われます？本当にありがとうございました。本当に幸せですよ。日本皆さん、どうもありがとうございました。もうジミさん、この片腕カウンター空飛ぶ病人も本当に古い作品なんですけれども、あの当時あの、まあ、ジミさん自体はあの俳優をやりながら、プロデューサーだとか監督だとか脚本家という形で、もう本当に当時のスターとしてはあのそういう形でされてる方って多分ジミさんが一番最初にやられたと思うんですけれども、はい、この映画をですね、あのまず撮った時の、まあ、苦労話というか、あの多分監督やりながら主演もやってた、どんなこうエピソードがありましたでしょうかね。拍的时候是辛苦，看到观众的反应啊，尤其当时这个票房在香港都非常好啊，那么所有的辛苦都是值得的。尤其是我感动的，过了三十年啊，我跟日本特别有缘的、啊，从年轻时候看日本电影，然后跟日本明星合作啊，包括李国念上、卡子欣、唐龙上啊，然后想不到到三十年后，现在60多岁人，还这个电影还有那么多受到观众的喜欢，是非常非常感谢。あの片腕をどうやってあの撮影中にこう隠しながら撮影やったのかっていうことがまず一つ、それはもう本当にあの気になったことだったんですけども、当時はどういうふうな形であのそういうふうに撮影に臨まれたんでしょうか。当時拍的时候就很辛苦，要把手要绑在前面的话就打的时候没问题，如果绑在后面啊一打就要摔倒，如果观众不相信可以把手摆在房子后面跑跑看，我担保他们跑不到50公尺，一定会摔跤的。在带包酒店都一直拍戏的。拍戏的时候，每天拿手就是每天左，我本身是右手啊。拍戏的时候做，每天吃饭呢，做什么都用左手啊，每天要练习。私はしてたんでしょうか。あの、格闘というか相手と戦うシーンの時は、あの前にあの限られたのか後ろでやってたのかっていうのもちょっと興味あるんですけど、今だ。差不多绑在前面的比较。前に隠した時多かったんですね。ああ、そうですか。あので、その布をですね、上からこうずっとあの内視もしてですね、ずっと縛るわけですね。あの長時間撮影やってるとすごく腕がきつくなったりとか、そういうことってなかったんでしょうかね。時間長会差不多やっぱりあの結構時間が経ってしまうと、その1時間以上でも経つとですね、まあ、最後はその布を取るんですけども、結局マッチしてしまうんですよね。感覚は分からなくなっちゃうんです、ね、それとやっぱりあのびっくりするのはあのいろんなキャラクターが出てきてその戦うと、あの一番最初にね、片腕ドラゴンの時もあのその時にいろんなそのキャラクターが出てきて、今回もね、その異種格闘技戦っていうのがあったりとかして、あの非常に今っぽいというか、あの当時じゃこういうアイデアって誰も考えられなかったんじゃないかなと思うんですけれども、ジミさん、そこら辺でどういうふうなところからアイデアをあの出してきたんでしょうか。中国武術比赛里面就有比武招亲啊，擂台比赛。那么中国的武侠小说，我现在日本也有武侠小说了哈，日本有日本的流派，中国有中国的流派。中国的流派把所有的东西在书上看不过瘾，我就把它搬到荧幕上来让大家看得过瘾，基本上都有考据。あの中でもあのインド人のキャラクターが手が伸びるっていうのはやっぱりあの今子供が見ても喜ぶ。大家笑一笑。如果现场观众看到那个镜头笑，我就成功。我就是要大家有点笑了。なんかシリアスな部分と、あとそういうこうちょっとあの笑える部分っていうのが非常にこう入ってると思うんですけども、それもあの演出上何か狙われたことがあるんでしょうか。
这个因为整个电影都是打斗很多哈，要有一点幽默的，有点轻松的，看起来紧张的才会过瘾。如果从头到底都紧张，就是很不紧张的。就构想是这样，中间观众要笑一笑，也紧张一下，也笑一下，是这个。もうジミさんはその映画を監督としてあのやってる時にすごく気をつけたことっていうのは、这个做导演的时候，主要就是要节奏感要抓得好，什么时候要观众要笑，什么时候观众要紧张。这个最要紧 ，tempo 要抓得好，然后能够做到这样，才是一个成功的导演。あとはもう本当に、まあ今回もジミさん逆さになったりとかいろいろしてるんですけれども、あのやっぱり自分でこう演じてて監督しながらそういうことをやるってすごく大変なことだったと思うんですけれども。え、比較辛苦、但是慢慢慢慢就习惯了。最近で言うとクエンティン・タランティーノ監督のキルビルなんかでは、あの。例えば片腕カウンターされたギロチンも入ってるし、ホエロドラゴン縦ジャガーもという形でなってるんですけども、そういう形でこういう中に出てることに対してジミさんどう思われてますでしょうか。因为好的电影不怕抄啊，我以前小时候也看过日本电影，我的电影里面很多灵感从日本电影里过来的，所以当时从日本电影吸收东西把它拍出来。现在有外国电影能抄我的东西，对我来讲是好事情。希望拍的好电影就可以了，只要拍的好，抄不怕抄。じゃあジミさん、最近の香港映画界はどう思われてますか。香港電影是越拍越好。香港電影、因为香港的工作人員、比较尽力、他们的点子比较多、所以香港電影能够在好莱坞也占下一片天地哈。但是我始终认为哈，我是拍动作片的，我始终认为日本的片子像以前几个好演员。盛京太郎、山川美郎，我都跟他们合作过，他们的工作态度、各方面这个 style、这个风格都值得我们怀念。いや、あのまず、そう、あのジャッキーだとか、AMP さんがどういう人だったのかなってちょっと聞きたいなと思うんですけど。他们这成龙的时候，他这几个人本身个性各方面都好，我教导他们的不光是这个拍电影成功，他们做人也非常成功，对朋友讲道义，对父母讲孝道，这中国人是这个这两个东西比较最要紧的哈。我觉得他们做人也成功，拍电影也成功，对我来讲很开心。啊，50歳だと言われても全然そういうふうには見えないんですよね。トレーニングとかそういうのを毎日されてるんですか。每天早上起来举重一个小时，跑步20分钟，哎，每天毎日。まあ日課としてはですね、毎日朝起きたらまず重量挙げ1時間、それからジョギング20分、なさずに毎日やってます。每天下课一分。それがお酒毎日一本。いやいや、僕は18年前会った時は本当にジミーさんすごい飲まれる方なんだなってびっくりしちゃったんですけども。这个我还特别喜欢喝日本酒啊，日本酒大好き。ちょっと昨日実はちょっとお食事会で。本当にもうジミさんすごいなと思ったんですけれども、今日は大丈夫ですか。大丈夫です。いつでも大丈夫です。谢谢大家，我看到他们这么欢迎我，我本来是不拍电影的，我这样看了那么观众，日本的观众那么热情，我回去想要好好的弄一个剧本，直接再制作一部像这种类型的片子。当然我会演一点点了，我再拍两部好戏贡献给大家。ございました。非常感动，非常感动。隔了30年，日本的观众还对这个戏那么喜爱啊，有那么热烈的反应，非常感动。因为日本的观众一般看贴文的什么打，一般看外国人那个这个 UFC 打，但都比较没有像中国那么激动啊，都比较含蓄的。这个我知道，我常去会场看比赛，那个看电影可以有这样的反应，那是很不容易，所以是非常感动。当时没有感觉，那个冲昏头了哇，那个是那个。我上去观众那么多，我眼睛差点红了，我是控制住的。一般人大概控制不住，我眼泪快流出来了，我是已经红了。非常感谢，所以那天是很感动，就是脑子里都是掌声啊，看着他很感动，没有去，根本没有时间去听那首歌，真的。感动，就是那个时候。
能眼睛有点红，后来控制下来，很不容易啊！我要流眼泪很不容易，我那天真的哭出来了，那被人讲笑话，这个是真的很感动才会有这个感觉啊！后来我马上吸口气，等一下子还有功夫，要不就一个两次出来了。我后面是根本看不到，我进去的时候那些观众热情我看得到，后来在台上那个灯光打着我看不到，我进去的时候完全感受到，进去的时候没有灯光照着我，我整个气氛我通通感受到。我30年前我最当红的时候，我也去登台，马来西亚、新加坡都没有那么热烈的反应，所以是很不容易，非常的感动，而且那么多人，1000多个人。马路上有了，有两千个人有了，没有在戏院里那么多人，没有感受。日本皆さん、はじめまして、よろしくお願いします。对，这也不好，这礼貌嘛，基本上是感谢，这个简单的可以讲，这是基本礼貌。观众这么爱护你，你讲几句话应该的。